それでは先日行われたシニア大会の演技の様子を紹介していきたいと思います。今回は総合体操クラブ団体選手の演技、そして選手の特徴やまた選手の心情など紹介していけたらいいかなと思います。早速トップバッターの谷選手が釣り輪の演技を行っていますが谷選手は安定感がある選手ですので団体選手の中でも トップバッター。絶対失敗をしない選手としてトップバッターに起用されることが多い選手ですね。えー、この釣りは、えー、6種目の中の1種目目の釣りはでしたんで、この着地ですね。やはり気持ちよく着地が止まればチームに勢いがついてきますので、素晴らしい演技でしたね。さあ続いて、田中選手ですね。田中選手はやはり対戦の美しい選手で、 一つ一つの倒立の姿勢が非常に綺麗な選手ですね。あとこのように体を折り曲げる、体を吊る運動を非常に得意としている選手ですので、えー、誰が見ても美しい演技だと思えるような選手だと思います。ただね、この釣り輪に関しては非常に力がいる種目ですので、田中選手はそんなに得意にはしていません。ただこのようにですね、一つ一つの倒立の姿勢、倒立の決め方、 こういったところで非常に綺麗な演技をしますので、こういったところに評価をしっかりと残して、最終的にしっかりと点数を残してくる選手ですね。そして着地まで決まりました。よかったと思います。ここで3番手の演技者が長吉選手だったんですが、実はつり輪の着地の際に怪我をしてしまって、えー、このまま危険となりました。ということで、今回4番目の横井選手。 えっと、前の演技者が怪我をしたということで、かなりプレッシャーがかかる中、今演技を行ってますね。やはりね、あの、精神的な動揺が、どうしても演技の乱れにつながってきますので、そういった中で、いかに気持ちを強く保てるかっていうところが、え、選手としては、え、非常に大変な部分ではあると思います。ただ、ここまでしっかりとね、力技長く止めて、非常にいい演技ができていますね。 そして横井選手の見どころは最後の着地の掘りの高さ。抱え込みの2回宙返り2回ひねり。どうでしょうかいや腰の高い位置で見事でしたね。さあ、跳馬。谷選手。赤ピアン。腰の高い位置での着地余裕がありました。続いて田中選手。ドリックス。先ほどよりも半分ひねり多い技。ちょっと腰が低かったので点数は伸び悩めましたね。 そして横井選手。同じくドリックス。今度はね、見事に立ちましたが、横に少し出てしまいましたんで、ライン減点がありました。続いて小森選手。長馬のスペシャリストですね。非常に腰の高い位置で、高得点を叩き出しました。続いて平野選手。平野選手は赤ピアンという4.8、デースコア4.8の技でまとめました。 さあ続いて平行棒に行きたいところなんですが、先ほど跳馬を飛んだ平野選手と小森選手の釣り輪の演技の方は少しハプニングによって、今回動画に収めれなかったということで、紹介できず申し訳ありません。ということで谷選手の平行棒が始まっておりますが、谷選手、またもトップバッターということで、非常に安定感のある演技を今披露してくれてます。さあここから、テアミドフ4分の1ひねり、デナンドの技ですね。 片腕でコントロールをしてひねる技です。さあ、倒立をして、デイツイスト。これもデイナンドのツイストの技です。やはり平行棒はですね、えー、両腕でしっかりとバランスを取れるかというところが重要になってきます。そして、ここからディアミドフーナンド。ツイスト倒立 C ナンド。最後、屈伸の2回宙返り、デイナンド。最後、着地前に跳ねましたが、落ち着いて演技ができましたね。続いて、 小森選手ですね。小森選手は非常に瞬発力のある選手ですので、どん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 技を繰り出してきます。目の離しどころがない演技に注目してみてください。さあ、まずは、ピンコから、本間倒立、ナ難度。ここから、棒下宙返り倒立、ナ難度。そして、車輪 C 難度。 ここから、ライヘルと D 難度から、直接、爆弾、D 難度。倒立決まってますね。ここから、ツイスト倒立。ここでね、一歩動いてしまったんで、こういうところは原点になってきますね。そして、棒下指示、B 難度。ここから、神秘倒立、B 難度。そして、最後、折り技になります。屈伸の二回宙返り。 この着地素晴らしいですね。着地が止まると評価が高いです。続いて平野選手。平野選手も同じくピンコから本間倒立。とここで力を使ってしまいました。0.3ぐらいは減点があるでしょうか。ここの棒下宙返りも流れてしまって、おそらく何度は取れないでしょう。さあ、ここから落ち着いてね、行きたいですけどね。ここでチッペルと、 端っこから真ん中に開脚の倒立ですね。少し中盤のところの焦りも見られますんで、えー、落ち着いていきたいところですが、ここら辺でね、リズムが少しゆっくりになりますんで、落ち着いてできるでしょうかね。そして最後、屈伸の2回宙返り。着地はまとめましたね。少し、えー、中盤のミスがあって点数が伸び悩みました。続いて、田中選手。 え、田中選手、釣り輪でも紹介したように、倒立の姿勢が綺麗ですのでね、注目してください。同じく、ピンコから、本間倒立、ラン度。ここの倒立が非常に美しいですね。そして、棒下倒立、ラン度。車輪、C 難度。ここから、端に向かって、モイ、C ン度。そして、向きを変えて、ここで、バブサーという E 難度の技ですね。 田中選手は演技をしているどの部分を切り取っても非常に美しいですね。さあ、ここからもう一度端からチッペルとデイランド。非常に落ち着いて演技ができております。ここでヒーリー、デイランド。一回片手になって持つ技ですので、えー、非常に緊張する技ですね。そしてツイスト、C ンド。そして最後、前振り上がりから、 前方の2回宙返り。きれいにまとめました。14.0の高得点でしたね。さあ、そして平行棒5人目。横井選手。今回は平行棒は全員同じ入りからスタートですね。ピンコから本間倒立。デーランド。ここでね、横井選手もヒーリーという技なんですけども。 そうですね。あの、持った時に少し手が後ろにずれて、上がる時に手を修正しましたんで、そこは少し減点ですね。そして、防止者倒立、デーランド。前振りから開脚の前方腕指示、デーランド。ここまで非常に一個一個丁寧に演技してくれてますね。ここから、シャリン・ディアミドフ、D 難雄大ですね。シャリン・ド。そして、バブサー。 非常に雄大な演技ができております。神秘倒立 B 難度。ここからチッペルと D 難度。さあ、ここまで非常にいい流れで演技を行っております。そして最後、屈伸の2回宙返り。着地後ろに跳ねましたが、見事にまとめました。さあ、続いて鉄棒を行きたいと思います。 鉄棒はやはり男子の花の競技ですからね、えー、離れ技に注目してもらいたいと思います。トップバッターは、平野選手ですね。ここから、開脚のトカチェフ、C 難ド、そして開脚のトカチェフからひねる技ですね、D 難度。そしてここでアドラー倒立、C 難度。平野選手は鉄棒があまり得意でないので、えー、技はそんなに入っていないんですが、えー、確実に、 演技を行うということでトップバッターを任されております。最後は新進のムーンサルト。少し後ろに跳ねましたが、見事に失敗なく終えましたね。そして谷選手。谷選手は鉄棒を非常に得意にしてますね。コスミックからの半分ひねり。い、e、難度。谷選手はこのように鉄棒をやっている時に自分の身長を最大限生かした演技が特徴的ですね。 アドラーハーフランド。そして今回新しく取り入れた、これ小鉢ですね。デイランド。非常にいい位置で持ちました。やはり離れ技は落下のリスクがあるので、少し鉄棒に近づけたいところなんですが、見事にちょうどの位置で肘が伸びて、減点なしで持ちましたね。さあ、後半の演技になってきましたね。ここから、ホップターンという C 難度の技。このね、両手で見事な え、持ち方で減点はほぼないでしょう。最後、新シ新ンシンムーサルド。着地決まりましたね。14.133の高得点で締めましたね。続いて、小森選手。小森選手も鉄棒非常に得意ですね。離れ技を今回は3つ用意してますんで、雄大な離れ技に注目してみてください。まずは片手車輪のツオリミン C 難度。ここからアドラーハーフ D 難度。 角度もいいですね、非常に。ここから加速をつけて、カッシーナ G 難度。いい位置で持ちましたね。さあ、ここから小鉢 D 難度。そしてここでもう一つ E 難度。非常に勢いがあって、流れがいい鉄棒の演技になってますね。さここからアドラー倒立 C 難度。見事な位置に入りましたね。さあ、ここから最後ですね。 この演技の流れを最後、決め切ることができるでしょうか伸身の2回中い2回練り、決まりました。見事ですね。得点は14.100。高得点です。さあ、続いて田中選手。田中選手は、えー、非常に美しい選手ですので、小森選手の勢いのある鉄棒とは違って、ゆっくりとした演技に注目してほしいと思います。さあ、まずはアドラーシー C 難度。 背面車輪から、ビンクラーという F 難度の技ですね。この技はなかなかやる選手が少ないので非常に珍しい技ですね。大技です。さあ、ここから車輪に勢いをつけて、コールマン E 難度決まりましたね。そして、ここから田中選手独特の技ですね。チェコ式車輪という技ですね。これをすべて合わせて C 難度、D 難度、C 難度で難度認定されます。 ここから、シェタルダー、半分ひねり C 難道大阪手の遠藤 C 難道ここも1回ひねりの背面持ち C 難道非常に手首の柔らせ、柔らかい選手ですので、えー、ひねり系の技が得意としてます。そして、新身の2回中い、2回ひねり。最後、着地もったいなかったですね。ただ13.6と高得点を獲得しました。そして、鉄棒最後の演技者は横井選手ですね。横井選手は鉄棒のスペシャリストですので、 離れ技に注目ください。まずは D 難度のコスミックから入りました。横井選手も体が大きいですので、非常に雄大な演技をしますね。ここアドラーの一回ひねり E 難度。続いてアドラーひねり D 難度。非常に角度がいいですね。さあ、ここから得意技のカッシーナ G 難度決まりました。少し車輪の勢いが止まってますが、ここで小鉢 D 難度。止まったところからね、いけるのがすごいですね。 コールマン E 難度。少し全体的に鉄棒の位置が近いところで持っているので、そういったところは少し減点になってきますね。ここで遠藤から1回ひねる背面持ち手難度。大阪手遠藤 C 難度。さあ、非常に高い難度の技を繰り広げてくれました。最後になります。最後は伸身の2回中返2回に。見事に着地まとめました。14.066高得点ですね。 非常に失敗の少ない形で床を迎えました。床のトップバッターは谷健太郎選手。谷選手は本当に着地がうまい選手ですので、何コース止まるか注目してみてもらえればと思いますね。ダイビングダブル D ン度も非常に雄大でした。さあ、ここから、ロンダートから後方の1回半ひねり、前方の1回半ひねり。ちょっと左足が動きましたね。向向きを変えて、ロンダートから、 後方の2回ひねり C 難度、ここも弾みましたねさあここから抱え込みの前方1回ひねりから伸身のハーフ前中。ここは非常に着地がきれいにまとまりましたそして下向き転向 C 難度の技ですねこういったタンブリングの技以外のところも絶対に床の演技に入れないといけないえー、床の演技構成になってます そして最後。ロンダーとから後方の2回半ひねり。ここもしっかりとまとめました。13.866。いい点数ではないでしょうか。じゃあ続いて、小森選手。小森選手は非常にタンブリングの高さがありますので注目ください。最初、後方の2回宙返り2回ひねり。着地見事ですね。さあ、ここから。 ここでちょっと助走がね、うまく合わなかったので、そうですね、ここで勢いが少しなくなってしまって、後ろによろけてしまいましたね。こ,こはもったいなかったですね。そして、ここから後方の2回半ひねりから、前方のハーフ。A 難度プラス P 難度。そして、ロンダートからの後方の2回ひねり。ここ決まりましたね。非常に床の演技は70秒以内でしないといけないので、えー 休憩をね、うまく挟みながら、こういった神秘倒立や、えー、フロアの角で、しっかりと呼吸を整えて、演技を行いますね。前方の1回ひねりから、前方の1回半ひねり。C 難度プラス C 難度。さあ、ここで、ラストの技になります。最後は、後方の3回ひねり。見事に決まりましたね。 最後やはり着地が止まると印象がいいんですね。さあ続いて、平野選手。前方の1回ひねりから前方の2回半ひねり。やはりひねりの数が増えるとどうしても着地が難しくなってきますのでね。今少しよろけてしまいました。そして抱え込みのルドルフ、E ナド。さあ、ここから後方の2回半ひねりから前方のハーフ。こう決まりましたね。さあ、ここから 選手アンバが得意ですので、こういった旋回の技は非常に得意としますね。そして釣り場も得意ですので、こういった客前挙から神秘倒立。力を使った倒立。もしくはこのように十字倒立。ここのね、頭の位置に注目してほしいですね。ほんと、床面ギリギリのところで止めていきます。ここからロンダーと2回ひねり。 着地も決まりました。そして終末着になります。最後。飛んだ後から3回ひねり。あっと、ちょっと前に崩れてしまいましたね。少し乱れたので点数が伸び悩みました。続いて田中選手。田中選手、普段からですね、足首を痛めがちで足首にテーピングを巻いてますね。このテーピングをしっかり巻かないとちょっと足首が不安なようです。まずは屈伸の2回宙返り E 難度。 少し着地の姿勢が低くなりましたね。ここから前方の2回半ひねり。ここは非常に着地がまとまりました。そして、ロンだ後と1回半から前方の2回ひねり。ここもいいですね。まとまりましたね。少し練習ではね、不安な要素が多かったんですが、あのところ非常にいい状態で生きてます。2回半ひねりから前方の抱え込み1回ひねり。少し蹴り合わせが合わなかったんですが、うまく着地でね、修正しました。 この客状況からの神秘倒立。こういうところが非常に美しいですね。タンブリングではないところで点数を引き上げていきます。ここも C 難度。そしてここから、ロンダートの2回ひねり。少し動きましたね。さあ、ここからフィニッシュに行きます。ラストの印象が非常に大事ですのでね、決めていきたいです。飛んだ後からの3回ひねり。 非常に素晴らしい着地で、見事な印象付けを行いましたね。さあ、床の最終演技者、横井選手ですね。まずは、抱え込みの2回宙返りからのハーフ。少し動きましたが、横井選手は床の演技、非常に着地、あの、落ち着いてやる選手ですのでね。ここ前方の2回半ひねり、E 難度。いい着地でしたね。 ここから前方の2回ひねりから伸身のハーフ。このように余裕を持った着地は非常に審判の先生から評価されます。後方の2回半ひねりから前方の伸身の1回ひねり。A 難度プラス C 難度。ちょっと今回は着地がね、落ち着いてない印象ですが、後方の2回ひねり。もう少し跳りましたね。さあ、ここから前後開脚 A 難度。タンブリングではない技に入ります。十字倒立。 C 難度。ここも頭の位置が低く、いい実施ですね。ここから神秘倒立。B 難度。意外と床の演技をしている中で、この神秘倒立っていうのが、すごく緊張するんですよね。さあ、そして最後。後方の3回ひねり。ちょっと斜め後ろに動きましたが、床の演技まとめました。13.900。そして最終種目、アンバーに入ります。この最終種目があん馬というのが、 選手にとったら非常にストレスのかかる種目ですね。谷選手のあん馬。まずは盤面 E 難度。端から端に下向きで移動します。そして同じ場所で下向きに移動。下向き転向 D 難度。そして芝戸移動 D 難度。どんどん技が繰り出されます。ゴニアン E 難度。そしてロス D 難度。トンフェイ D 難度。もう目が追いつきませんね。また下向き転向 C 難度の転向ですね。ここで上に登って、バックスや倒立 A 難度。 そしてもう最後のフィニッシュです。飛び移動からの1回ひねり。E 難度で降りました。もう流れが素晴らしい演技でした。13.900。トップバッターが見事にね、役割を果たしてくれましたので、2番手の小森選手ですね。最初はセアひねりで上にシる C 難度の技。そしてセア倒立 D 難度。ここからバックセア倒立 D 難度。非常にセア系の技が上手な選手ですね。さあ、ここから。 片っぽのポメルでサークルを回ります。低フロップという技です。そしてシバド、B、シバドで下がって、アイド、C 難度。ここから後ろに下がって、シバド、D 難度。そして、ュテクリ B、B 難度。服が B 難度。そして最後は、逆リア倒立ひねり。見事に決まりました。小森選手、あんば得意ではなかったんですが、通し切ったことに意義があります。そして、横井選手。横井選手もアンバー得意ではないので、 ここをしっかり通しきれるかが大事になってきます。しっかりと呼吸をして。まずはバックスや倒立。D 難度。非常にスムーズに上がって良かったですね。ここで A して B 難度。ここで一つのポメル状でサークルを回って E フロップ。ここから D コンバイン。D 難度の後ですね。ここから前に飛んで D 難度。 そして後ろに下がって D 難度、芝戸。そしてここで前移動の途中で向きを変えて B 難度、福が B 難度。そしてしてくり B、B 難度から降り !D 難度で、おっと、最後手が滑ってしまいましたね。通ったと思ったんですが、最後もったいなかったですね。前の演技者が少しね、えー、手を滑らせてしまったので、田中選手、アンバー得意としてます。どうでしょうか 一つのサークルがね、腰が高い位置で回ってますね非常に綺麗ですね。E フロップ。そしてサークルに勢いがあります。で、コンバイン。ここでちょっとサークルのリズムが悪くなったんですけども、ここで立て直しましたね。ここから人類という珍しい技ですね。そしてここで一気に端っこまで行くドリックスという E 難度の技。そして後ろに芝と移動、D 難度。 ここからマイドの途中で向きを変えて B 難度。飛びバックスエア B 難度。そしてフィニッシュは、倒立に上げて D 難度。なんとか途中でサークルだいぶ乱れたんですが、通し切りましたね。そしてあんバが得意な平野選手。ラストバッターです。最初は、ブスなり F 難度。そして開脚旋回から、バックスエア倒立 D 難度。 今のところいいですね。今回ブスナリを新しく入れて、デスクは6.6という高難度の技を組み入れた演技に挑戦します。ここから、デ・コンバイン。少しサークルが乱れてますが、トンフェイ、で難度。ここで、ウゴニアン、E 難度。ここで肩が、あっと後ろに倒れて、やはりサークルが乱れて落下してしまいましたね。落下は1.0の減点になります。さあ、ここから再開ですね。 ロス、低難度ここから開脚旋回をしながら、毎度 E 難度そして、開脚旋回をしながら、後ろに下がる E 難度の芝戸そして、逆リア倒立ひねり、低難度で締めくくりました。ということで、ミスが少ない演技で見事サイン入賞ということで、素晴らしい演技だったと思います。ご視聴ありがとうございました。